はい、皆さんこんにちは。ありがとう日本。最近ですね、うつ病になる方が大変に増えているんだそうです。まあやっぱり社会情勢ですかね。昔だったらば会社に行って、でそこでこう、まあ、同僚とちょっとストレスが溜まったら、おいみんなで飲み行こうぜとか言いながらね、まるまるちゃん最近元気ないけど大丈夫かい、いやーちょっとな、 部長に叱られてよ、まあ、もうどうしようかと思ってんだよ、情けないこと言うんじゃないよ、まあ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 飲め飲め、まあいいか、よしじゃあこの際はカラオケでも行こうぜみたいな調子で、結構ストレスをブワーッと発散させることができた、まあ、そういう風な雰囲気があったんですけれども、まあ、昨今はね、まあ、在宅勤務なんかも増えてきて、ストレスが溜まってきても、ひたすらそのストレスに耐え続けなければならない。まあ、言ったな。困ったな。どうしようかな。もう、このまま生きていても、仕方がねえんじゃねえかな。うん。ああ、もうダメだ。いや、もうどんどんマイナス思考になると、人間どん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 マイナス思考になってます。ね、日本人の真骨頂っていうのは、底抜けの笑顔と責任感です。いつも、あはっ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 はと、ね、大笑いしながら、高笑いしながら、同時に責任をきちんと果たしていく。それが、もともとの日本人です。でも責任感は今でもちゃんと残ってるんです。多くの日本人にね、責任を全うしなくちゃいけない、果たさなくちゃいけないと思ってる。けれども、社会風潮として、わっはっはっはと笑える場所がない。それはそうですよ。一人で部屋の中にいて、じーっとカチャ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 って仕事してるわけだから。で、このような中にあって、やはりまあ、軽度のうつになられる方というのは最近大変増えてるんだそうです。で、実はある、まあ、精神科の病院で、試されたそうなんですけれども、まあ、うつの患者さん大変増えてるということで、待合室で、僕の YouTube の動画を流したんだそうです。なんと、たったそれだけのことで、軽度のうつの患者さんはみんな、軒並み、ほぼ 100% うつが治っちゃったそうです。いや、ありがたいことでございます。心から感謝を申し上げます。ってね、こう手を合わせるとなんか本当に坊さんみたいな雰囲気になっちゃうんだけど、僕はお坊さんじゃありませんからね。はい。重度のうつの方の場合ですとね、なかなかそれだけで解決することはないということと、それから、僕の動画が効き目があるのが、これが純粋な日本人の方だけなんだそうです。日本に住んでいて、日本語を話して、で、日本人のような顔をしてるんだけども、日本人じゃない人たちには、僕の動画は全く効き目がないそうです。つまり、どういうことかというと、僕がこう、いつもお話してる情報っていうのは、基本的に日本人としての自己肯定感につながるようなお話っていうものが中心なんですね。だから、その、日本人として自己肯定感が増す、我々の祖先っていうのは、本当に立派だった。我々の先輩たち、若き日の親父、じいちゃんの若い頃、本当に戦時中にあったけれども、本当に立派に戦ってくださったんだ。まあ、そういうふうなことを、知るだけで、なんだよって。学校で教わったことと全然ちゃうやんけ。ね。学校で教わったらもう日本人悪いことばっかりやってきたようなことを言ってるけども、そうか、全然違うのか。なんだよ、親父に感謝、じいちゃんに感謝だぜって思えた瞬間に心がガラッと変わってしまう。まあそう考えますとね、戦後の学校教育でやってきたことっていかがなものなのかなと。日本人から自己肯定感を次々と失わせるようなことをやり、まあ、最近ではね、非常にこう、レベルの高い小学校とか中学校なんかですと、朝学校の先生がおはようございますって言わない。なんて言うかっていうと、Good morning! Hey! 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 Good morning! Good morning! ジャパニーズ・エングリッシュで、Good morning というのが朝の挨拶なんだそうでして、日本語で普通におはようございますというのは、これは、これを言うと、英語の勉強にならないんだそうでございます。でも、英語の勉強ももちろん大事だと思いますが、同時に、ね、これからの時代、まあ、これからの、翻訳、ドラえもんの翻訳、こんにゃくみたいのこれから出ますからね、リアルタイムで音声で変換してくれる。どこの国の言語であっても、
もうそういうふうなアプリっていうのはこれからどんどん普及してきますので、日常の会話程度だったらば、言葉がわからなくても別に困ることはないというような時代にこれから入っていきます。ね。それよりもむしろ、大切なことは、国語力。日本人として、日本語をきちんと理解し、きちんと話をすることができる、そういう力こそ、今、まさに必要になってくるということになるんではなかろうかと思うんですが、この国語教育の時間は、我々が少年時代と比べますと、圧倒的に短くなってる。年間でね、240時間ぐらいあったのが、今150時間切ってますからね。極端に言えば3分の2ぐらいにまで授業時間そのものも減ってしまってる。という状況にあります。果たしてそれがいいことなのかどうか。言語感覚っていうのは、コミュニケーションを取っていく上においても、あるいは人に意思を伝える場合も、あるいは人が言ってることをきちんとしたそのメッセージを受け取る場合も、言語感覚ってとっても大切なんですよね。その言語感覚っていうのを我々は日本語を喋り、日本語で思考してるわけです。腹が減ったな、飯食いてえなと思うんだって、日本語で腹が減ったなと思ってるわけです。英語で腹が減ったと、I'm hungry とは思ってないわけですよ。でしょ？あるいはフランス語で思ってはいないわけですよ。日本語で腹が減ったなと思うわけですよ。つまり、我々の、にとって日本人を形成しているのは何かといえば、これは日本語なんですね。これは、キリスト教の聖書においても、はじめに言葉ありきっていう言葉が乗っかってるんだそうですけど、そうですが、やっぱり言語っていうのは、それぞれの国における伝統文化を築いていく根幹になる。すべての日本文化というのは、根底に、この要のところ、ここに日本語というものがあることによって成立している。でしょ？この要がなくなったらセンスバラバラです。ですから、日本人が日本人としての原点を忘れてしまうということが起こると、やはりうつ病に負けてしまうということも起こってきます。人が生きていれば必ずストレスっていうのを被ることになる。辛い時だって必ずある。いい時ばっかりじゃないですよ。むしろ、どうしてこのように生まれてきたのかといえば、ね、大いなる魂があって、この大いなる魂の中の一部がね、どうもやっぱり心の弱いところがあるなと。ね、人に何か言われるとすぐふにゃふにゃと なっちゃったりするなと。だったら、大いなる魂のここの部分、その弱い部分を地上に派遣して、ね、肉体に乗っかって、その弱いところをきちんときっちりと、直してこいっていうことで、我々はこの世界に生まれてきている。と言われています。で、生きてる間に、その弱いところ、自分にとって辛いところっていうものを、辛くないと思えるような状態にまでそれをどん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 変えていく。で、一生の中で解決しきれなかった場合には、また次に何度も何度も生まれ変わって、同じような苦労を何度も何度も繰り返すわけです。で、ついに乗り越える。その乗り越えることを解脱と言うんだそうですけど、まあ、こういう話をし始めると、本当に、こんなっていう感じに見えちゃうかもわかりませんが、いや、これ本当のことですよ。まあ、下脱をすると、その、魂は、ね、輪廻転生から離れて、元の大いなる魂にスーッと帰っていく。ということなんだそうです。これ、例えて言いますとね、筋トレやるじゃないですか。筋トレやるときに、例えばこのね、腕を太くしたいんだということになれば、バーベルなんかを使ってこう、トレーニングするわけですからね。トレーニングするっていうのは筋肉を傷つけるわけですよ。で、筋肉が傷ついて、で、うわ、もうダメだ、うわ、もうボロボロ状態になって、っていうことになってくると、乳酸なんかも出てきて、もう筋肉痛も起こってくるし、うわ、疲れたっていうふうにもなってくるわけです。で、その疲れた状態、そのストレスが加わった状態から復活していくときに筋肉は太くなるわけです。で、強くもなるわけです。だから我々が生きていく上において様々に起こる、葛藤ですとか、あるいは辛さですとか、辛酸といったようなものね。こういうものというのは、まさに、それを乗り越えることによって筋肉を強くする。我々が強くなるために、どうしても避けて通ることができないもの。だということなんですね。で、そうやって日本人はいろんな苦難があった。日本の歴史っていうのはもう万年の単位ですから、
この万年の単位の中に様々な出来事があった。ね。海面が20メーター以上上昇した時代もあれば、140メートルくらい下がった時代もあるわけです。環境が全然違うわけです。ね。まして台風はやってくる、火災は起こる、雷は落ちる、ね。地震は起こる。大変な状態の中を、大変な災害を何度も何度も受けながら、我々の祖先は立派にこの日本列島で生き延びてきた。そして子孫を残してくれた。そのおかげで今自分の命ってあるわけじゃないですか。で、そういうことにやっぱり前向きに感謝をしながら、俺もまた強く生きていこうという、そういう気持ちが生まれてきたときに、人間は強くなることができるし、うつ病も克服することができるということではなかろうかと思います。まあ、最近ね、うつ病が大変に増えてるというニュースがまた、たまたま目にしたニュースにありましたんで、今回はうつ病リスクから抜け出るためにはということでお話をお届けさせていただきました。ありがとう、日本！和塾でございました。